駅に到着しました。今コインロッカーに荷物を預けたので、今からまずは善光寺に向かいたいと思います。今日も明日もちょっとお天気が悪そうなので、どうなるか分かりませんが、まあ、楽しみたいと思います。できました。すごい立派な像が、かっこいいですね。
屋さんがあります。作ってはります。戸隠キャンプ場に到着しました。今ここで受付を済ませました。今からフリーサイトの方にテントを張りに行きたいと思います。フリーサイトはすごく広いです。どこに張ってでもいいんですが、あんまり遠いのもしんどいので、ちょっと手前側のでこの木の下あたりに張ろうかなと思います。ちょっとガタガタっぽいから、完全に木の下でもなく、ちょっと平らなところに張ります。で今日は結局バンドックのソロティピーにしました。これワンポールテントなので設営撤収が早いということで、もう今日明日明日明後日帰るときは晴れるんかな。でもう今日はずっと多分この後雨が降るんで、撤収じゃない、設営が早くできるテントにしました。